さて剪定の準備していただきましたが、こちら、並んでおりまして、なんか見たことあるのもあればちょっとあまり馴染みのないハサミもありますけれども、いろんな道具がね、はい、あるんですよね。これなんか珍しいですね。これ刃が短いんですけど、うん、針金切るための道具です。針金よ、これはこれはピンセット。あ、こっちだ、よくこの苔を貼ったり、あ、でこれでこう押さえたり押さえたりっていうヘラ付きのねピンセットだったり。この辺はよく見るでしょ、お花切るのに見たことありますけど。剪定で使うハサミですね、この辺、はい、ね、これはちょっとペンチっぽいですね。そう、その通りで、これも針金をこう投げるねじったりするときにね。ああ、そこ、じゃあ切る用はこっちですね。はい、はい、今回どっち。今日はもうね、剪定ですので、はい、でちっちゃいハサミで葉っぱを切ったりします。これで、ええ、ちょっとやっていきなり行ってみます。それともお手本見せてもらいます。これ大事なポイントがあるので。あ、じゃあちょっとまずはお伝えしたいと思いますね。はい、はい、こちらの盆栽の正面ですけれども、はい、この面ですね、ええ、この面が正面になっておりますので、こちらから見ていただいて、はい、まあ、三角形にこう作っていこうというのが、まあ、ゴールですね、はい、で、まあ、はみ出てるところを切っていくという。こういうのとかこういうのですよね、はい、こういうのですよね、ええ、はい、で切り方のポイントなんですけれども、はい、まあ、この葉っぱだったらこの辺で切りたいなと、思うんですけども、うん、これ軸をですね、うん、もう軸を狙ってパツッと切っていただくと、はい、切り口が、うん、軸のこの一点だけで終わるんですね。他の葉っぱのところを切っちゃうと、その葉っぱの先が切れたりとかすると、はい、よくないんだ。傷口が増えちゃうので、だからこうやってちゃんとここの軸だけパチンパチンと、軸だけパチン、はい、はい、そんな風に切っていただければ、はい、できると思いますので。じゃあちょっとやってみます。はい、これもいいよね。で、軸だけ、先生いかがでしょうか。そうですね、切り口がもう綺麗に1点ですので。1点で、はい、あ、これ成功でございますね、はい、この辺も行ってよろしいですか。はい、どうぞ。正面から見てね、はい、三角形になるように。お、いけてますね。はい、ね、お、これ1年でどのぐらい大きくなるんですか。これこの辺まで来ます。もう今年伸びたのがこの長さですね。あ、そっか、ええ、ここはもうあんま伸ばしたくないの。ここも伸ばしていくんですか、これからは。それほど伸ばさなくていいと思います。もうここ、むしろここを整えたいんだ。そうですね。あ、はい、で、じゃあこの辺もいいんですね、切ってしまって、はい、こっちに行こうか。じゃあこの、ああ、伸びた余計な枝は二度と逆らえないようにしなければいけないね、半沢君ね、って感じで、なんかこう凄みを出すときに切りながら喋るとね、これをっていう感じで、これ全部もう仕上げちゃっていいんですか。大丈夫ですよ。皆さん初めてですか、やるの。初めて。どうですか、気持ち的に楽しいけど、どんどん伸びてほしいよね。毎日切りたいんだけど、毎日こんなに伸びてくんない。これだってだから今年1年分ってことですもんね。そうです、ここの部分でね、で、これもわっと伸びてるように見えるけど、そんなに全部が伸びてないですもんね。で、ここは一度切った後、また伸びたところでしょうか。あ、黄緑色のが、そうだ、これは新芽だ。そうです。あ、最終的には何ですか、この辺も埋めたいんですか。やっぱりそうですね、ちょっとこう高いところは埋めて、低いところはちょっと幹が見えるようにね、したいですよね。っていうと、やっぱもう3年ぐらいですか。もう3年もね、やって、お手入れしていただければ、はい、かなり、あ、そう、違ってくると思います。へえ、杉を盆栽っていうイメージなかったですけどね、うん、なんかすごい似合いますけどね。いやいや、ちょっとね、3000円でしょこれ。2000円 ?3000 円ですね、なんか価値を上げたいですね。そうだね、2年ぐらい預かって5000円で引き取ってもらおうかな。でもこれはあれですね、やっぱ一つだけじゃ退屈しちゃうから、何個も欲しくなるんでしょうね。そうですね、もう見てるとさっき言った、春夏秋冬で揃えたくなるだろうし、
春でも梅だけじゃなくてね、いろんな桜系の花とかもありましたから、はい、へえ、意外と時間かかるんですね。どうです、三角形になってきました、正面から見ていただいて。はい、やっぱ飛び出してるところのね、この辺、この辺もちょっと切っとこうかな。なんか性格が出ますね。なんか、うん、数を細かくやる、一気にバッてやる人と。ああ、でもだ、やっぱ切りながらちょっと引いた目で見ながらまた近く寄ってとかですよね。はい、これはでもあんまり切りすぎないで、ちょっとこの少し伸ばし気味で置いとこうかな、この辺は。あ、ね、いいですね。多少あれですよね、切るのはいつでもできるけど、はい、後々のことを考えて多少は余裕持ってとかでいいんですよね。ここら辺なんかあんまり行き過ぎたくないですもんね。この辺は行っちゃっていいですよね。いいですね。ちなみにどうなんですか、この切ってる感じのセンスとかって。あ、いいですよ、上手ですよ。あまりセンス、センス出づらい。あ、綺麗に三角形になってきてますもんね。どうですか、剪定中に意識するべきことっていうのは他に何かあったりします？そうですね、あのやはり切るところ、切るところって言って目線がこう集中しやすいんですけど、全体の全体像もね、うん、こう引いて、引いて全体像も見ながらっていうふうに、ね、そうだからね、ちょっとね、先生ここはちょっとこっちはもしかしたらもうちょっとこう行くかもしれないんで、ちょっと残しておきました。あ、はい、はい、じゃあこのぐらいにしておきましょうか。はい、はい、いかがでしょうか、はい、大体、大体で、なんかじゃああれですか、枝とかを今後のためにちょっとこう下げとくのもやってみていいですか。はい、じゃあ針金でね、針金をこう枝に巻いて、はい、ちょっと形を、はい、整えていきましょうか、ね、ああ、ぽいぽい、はい、盆栽っぽい。ただここは、ここはちょっと素人を手出しできないと思うんで、ちょっと先生やってみてください。はい、見せてください。針金を巻くときは、はい、針金の太さと、うん、この枝の太さをちょっと、はい、比べていきます。はい、だいたい枝の太さの、うん、3分の2ぐらいの太さの針金を選んでいきます。あ、じゃあ針金の太さもいろいろあって。そうです、幹というかに合わせるんですね、枝に。はい、で今日はこちらの2つの枝をちょっとこう、ね、うん、下げていく、古い枝ですので下げてね、はい、うん、大木のような姿にしていきたいと思います、うん、はい、長さはこの両方枝の長さがありますけども、はい、この2つの枝に針金をかけていくんですが、はい、これ2つの枝に1本の針金でかけていきます、はい、はい、で、2つの枝の長さの合計のだいたい 1.3 倍ぐらい、 1.3 倍ぐらいご用意していただいて、あとはこのような形でね、はい、ちょっと巻いていきますのでご覧ください。はい。後ろから通します。うん、カメラさんもここから見た方がいいんじゃない？大丈夫？巻いて、まずは片方の枝に、うん、巻いていく。巻いていきますね。あんまりだから、そうか、葉っぱの方までは巻きたくないんですもんね。葉っぱもうまく避けて巻けるようであれば、うん、うまく避けながら巻いていきたいですね。お、はいはい、本当だ、グッと下がりましたね。これ結構硬いの。そうなんです、先生やってると柔らかそうに見えるけど。へえ、うん、こういうのってずっとつけっぱなしにしちゃうんですか、針金って。枝がこの後太ってくるんですけれども、枝が太ると食い込んできちゃいますよね。食い込んでくるんですよね、はい、でもちょうどその食い込んできた頃に、はい、取るといい、取ると固まってくるんですよね。おー、あ、じゃあそれまではやっぱいいんだ、つけときます、置いといて、はい、ほー、長くて半年ぐらいでしょうか。あ、
でも半年ぐらいで食い込んでくるんですね。ええ、で巻いた後、はい、このように枝を少し、そっか、そこから下げていくんだ。下げていって、うん、慣れてない頃ってこういうので折っちゃったりしたこともあったんですか、先生も。ありましたね。もう最近はないの？最近でも折りますよ。折るの？勢い余ってね、折っちゃうことありますけども。はい、こんな風に下の枝今下げました、もし、はい、まだお時間があれば、うん、下の枝下げるとここに隙間できます、ね、隙間ができますので、はい、これも下げちゃう。次の枝も少し下げてあげて、少しずつこう下げてあげる、バランスよくね。そうですね、はい、今後成長に向けて、より密度が、ね、ごっそりある感じにできますもんね。そうですよね、はい、こんな風にね、はい、針金をかけていけます。はい、楽しい。